ドライブユークレイジー B リーグチェアマンの島田慎二です。島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しています。夏ですね。ね、8月ですね。いいっすね、夏ってね。どういうトーンなんですか、今回は。いや、なんか、懐かしい感じがするじゃないですか。夏ってなんかこう、切ないじゃないですか。そうですよね。夏休みがもうすぐ終わっちゃうとかさ、うんうん、楽しみにしてた花火大会とか終わっちゃうとかさ、なんか切ないじゃないですか。うんうん、9月に近づいてくると雲も厚くなってきて、はいはい、もうそろそろ秋雲かなとかさ。いいですよね。ちょっとぜひその辺の話をじゃあ今日はいろいろと聞いておこうかな。そうですか。夏についてですか、はい、はい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 。夏好きですよ。はい。ではそれでは島田のマイクスタートです。ドライブユークレイジー、ドライブユークレイジー、ドライブユークレイジー。B リーグチェアマンの島田慎二です。島田のマイク。今回ね、夏ということでちょっといろいろお聞きしていこうかなと思うんですけど、インターハイも四国総体がね、ちょうど終わったりとか、まあこれから日清食品のね、U18 の日清食品リーグがスタートしますよ、みたいなこともあると思うので、まあさっきおっしゃったこう切ない感じっていうのがあるんですけど、うん、島田さんのね、せっかくなので高校時代の思い出というか、島田青年、少年にとってはこの8月ってどんな感じですか？8月ね。うん、いいっすね、8月ってね。まずもって、その、はい、まあ、ユースもあるんですけどね。はいはいはい、その8月っていろんな大会もあるじゃないですか。はい、で、この2年半ですか、やっぱり高校生とか中学生とか小学生もそうですけど、部活がこのマスクだ、コロナだってできなかったじゃないですか。はい、だから本当かわいそうだなと思ってるんです。それはもう試合だけじゃなくて練習もままならないわけじゃないですか。この青春の1ページをめくれないっていうのは本当にかわいそうだなと思ってて、だからこそ我々もそのプロリーグとして試合を何とかしていくんだみたいなことを私もついつい言うじゃないですか。はい、であれってそのビジネスチックだとかね、うん、こんな状況でそのやるやるって何なんだとかたまに言われるんですけど、はい、もちろんビジネスのこともありますけど、我々がそのそもそも試合を遂行していかないと子供たちがね、プロがやってないのにアマチュアができるわけないんですよ。だから我々ができないイコールアマチュアができないって繋がっちゃうんですよね。うん、だからこそ我々は試合を遂行していくっていうのにはこだわっていきたいなってまず思ってますと。はい、それは子供たちのその輝かしいね、青春時代の1ページをちゃんとと美しいものにするためにもね、まあそんなところから、うんうん、まあ夏の思い出の話、なるほど行っちゃいましょうか。まずはそこ5つですね、うん。まずそこがちょっと私の方から、ね、まあある種自己紹介的にね、うんうんうん、したいところでしたけど、まあ、当時はまだね、そういう意味で言うとその全然まあ今の環境違いますから、ね、うん、その夏という中で過ごされてて、うん、まあ基本的にはまあサッカー三昧な8月を過ごされてたのかなと思うんですけど、うん、高校の時はですね。はい、そうですね。高校時代はね、もう3年間本当に部活に明け暮れてて、はい、私は山形なんで。で、はいはい、山形って当時いわゆる今はその前橋とかさ、あの辺になってきますけど、日本で一番暑かったの最近まで山形が1位だったんですよ。盆地で。そうですよね。ものすごい暑かったんですよ。で、我々がいた頃ってその温暖化なんて言われてる時じゃないですけど、はい、15歳とか16歳の時ってでもね、暑かったんですよ、うんうん、でもその本当に、ね、冬寒いし夏は暑いっていうところで部活やってたんで、夏はね本当辛かったですよ。結構バッタバッタ倒れてましたよ。ああ、やっぱそういうあれですよね、うん、私は結構倒れてないですけど、はい、もう本当それこそあのスクールウォーズ的な倒れて夜間で水バーってかけて起きるみたいなシーンって普通にありましたよ。ああ、まだあれですね、水飲んじゃいけないみたいなこととかも割と普通に部活であるような時代ですもん、ね、うん、もう水なんか飲んじゃう、膝に手をつけちゃいけないんですよ。これちょっとわかりますか、ね、皆さん、こう膝に手をつけてはぁ、あ、はぁってこう呼吸を整える、わかりますよね、このぐらいラジオで伝わりますよね。伝わりますね。で、そんなのはもう絶対許されないんですよ。だって先輩の前で膝に手をつけてはぁはぁなんて言ってるのは、いわゆる舐めてる感の出まくりのポーズなんですよ。多分今で言ったらなんて例えたらいいかな、近しいのは例えばこう頬杖つくみたいなもんですよ。あー、こうガーッ誰かと話して頬杖つきながら喋ってるみたいな、これちょっと舐めてるのかなと思うじゃないですか、うんうんうん、それと匹敵するぐらいの状況でしたよ、感覚値として。だから水飲めない、膝に手与えられない、すごい状況でクソ暑い中やってましたよ。あ、なるほどね、うん、今となってはですけど、当時はもうそれがね、当然というか、当たり前な感じでしたもんね。軍隊的な感じですよね。あ、なるほど。
そんな過酷な練習をやりきってっていうことはもちろんあると思うんですけど、うん、楽しみ的なことはどうされてたんですか？毎日がそれで辛いじゃないですか。うん、私のね、15、16、14ぐらいのその中、高校1、2、3ってね、はい、まだちょっと懐かしい話になっちゃいますけどね、はいはいはい、渡辺美里世代なんですよ。渡辺美里世代っていうか、渡辺美里とか流行ってた時なんですよ。あ、はい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 。前レボリューションの時ですよ。うんうん、あとドラマだと、男女7人、夏物語とかが出てきたところですね。あとはメキシコワールドカップのマラドーナが MVP を取ってアルゼンチンが優勝した時ですよ。あとマイク・タイソンが一世不備してとんでもないパンチで KO をしまくってた時代ですよ。あの時代です。ちょっと皆さん年頃近い人たちは多分想像してある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 って言ってくれてると思うんですけど、あの時代で楽しみといったらね、ないんですよ。お金ないじゃないですか、高校生だから。で、私一人暮らししてたんですよ。本当新潟出身なんですけど、下宿して山形にいたから家族もいないからさ、うんうん、食べるものもないんですよ、うん、だから定食屋さんとかに行ってラーメンとかチャーハンとか食べて家に帰って、はいはいはい、もうそれでもお腹空くじゃないですか。お腹空きますね、うん、もうお腹空いて寝てました。あそこは解消せずにお腹空いたまま寝て、コンビニとかないんですもん。だってそうかそうですよね、コンビニなんてまだ誕生してないんですよ、私の高校時代。だから夜中に小腹空いたとか無理なんですよ。スーパーとかその 夜やってないですから、はいはいはい、みんな24時間当たり前でしょ。でちょっとお腹空いたパンでも買ってくからないんですからね。だからもうないものはないんですよ。当たり前にコンビニがもう近くに普及するような時代ではまだなかったっていう、うん、そうそう、だからいつもなんか続いてましたね。じゃあその空腹を紛らわせ、うん、辛い部活をなんとかこう乗り越えさせるのがそのさっき言ってた音楽だったりとか、うん、スポーツのネタだったりみたいな、そういうことをこうあれですか。そうですね、お友達としてお話されたり。そうですね、まあ、携帯もないじゃないですか。あ、友達と喋ることもできないじゃないですか。はい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 、あ、お腹空いた時に紛らわしたものは一つありました。カロリーメイト。あ、カロリーメイトがちょうど誕生した時で、はいはいはい、まさに今 B リーグのスポンサーであります、はいはい、大塚製薬さんがスポンサーさんでいらっしゃってる、今縁を感じてて、この間オフィスに行った時にわーってカロリーメイトとか、はいはいはい、カレーステッドとか、はい、往年のそのやつとかもこう飾ってあるわけですよ、はいはいはい、懐かしかった。あ、で本当に私はね、今も大塚製薬さんにお世話になってますけど、高校時代から大塚製薬さんにお世話になってるんですよ、うん、カロリーメイトのブロック、私何ブロック食べたことか。もしかしたら1個家建てられるんじゃないぐらいのブロック、レンガ代わり、レンガ代わりに積み上げたらもう相当の高さになってんじゃないかなっていうぐらいブロック食べまくりですよ。その空腹を満たし、かつ成長期の島田少年の成長を支えたのはもう栄養足りないじゃないですか。私栄養足りなかったんですよ当時、本当に、うん、でね、まあ、どうでもいい話ですけど、みんな当然母親がいるじゃないですか、はいはいはい、その試合の大会とか練習とかになると朝早いと親が車で送ってきたりするじゃないですか、はい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 、私行くが遠くても自転車で行ってたんですよ。なるほど、何十キロとか、うん、でその遠征とかあると朝3時集合とかってあったりして、バスでどっか岩手行くとか山形から福島行くとかあるわけですよ。当然みんな当然そんな夜中じゃないですか。親が送ってくるじゃないですか、その集合場所まで。私は2時ぐらいに起きて、寝てるか寝てないか分かんないぐらいの状況で自分で自転車でそこに、真っ暗な冬なんて吹雪で道路は雪で自転車なんてもう動かないんですよ、もう歩いた方が早いんですよ。そんな状況、吹雪の中に単なる遠征にカバン背負って、ボール係だったんだし、ボールも持って、もう前が見えないの吹雪の中、朝の2時3時にバスに向かってひたすら歩いたりとかしてたんですよ。すごくないですか。で行ったら行ったでみんな弁当あるわけじゃないですか、はい、私は弁当ないんですよ。で本当にね、唐揚げが羨ましくて、唐揚げが羨ましい、みんな、そう当然朝3時だろうか何だろうか、親はお母さん子供可愛いから作るじゃないですか、はいはいはい、みんな唐揚げとか肉とか入ってるじゃないですか、うん、もうね、私は何もないから、うん、昼その辺のところで近くにもしなんか山崎パンとかあったら、うん、その短い時間にどっか行ってパッとパンとか、はいはい、とか唐揚げ一個ちょうだいとかってやってたんですよ。だから唐揚げに対するコンプレックスがめっちゃ強いの。唐揚げコンプレックスがあるんですね。唐揚げが今で言ったらなんていうかな、こんなうまい食べ物を見たことないぐらいの感覚で、あの唐揚げを羨望の眼差しで見てたんですよ、ずっと友達のお弁当見てて。そうか、いや、その時のみんなが持ってくるお母さんのおにぎりだったり、うん、唐揚げに変わるものが、うん、島田さんにとってはカロリーメイトだったりする可能性もある。あ、そうそう、だからそういうちょっと足りないものはもうカロリーメイトで補ってたんですよ。なるほど、そういうね、うん、まあ、夏の話からもう夏というか今冬の話になってますけど。そうですね、あのね、その暑い時も寒い時も結構部活に集中していいパフォーマンスを発揮するっていうところまでは私は行かなかったんですよ。だからすごく悔いてるんです、その子のこと、うんうん、もっと勝ちに行けばよかったというか、もっと今ちょっと周りがもう我々全国大会にもう常連校ぐらいの、それも全盛期だったんで、もう強かったんで、そうですよね、だから試合に出ることもさることながらもう生きていくことで精一杯って感じだったから、で今思えばね、
普通に真っ向試合に集中できるというか、うん、ちゃんとやれるとだったらよかったなっていつも思いますね。なるほどね。だから今当たり前にその部活をやってる子供たちが今コロナがあるけど、それもコロナもあって当たり前じゃないじゃないですか。でお母さんとかね、そうやってお弁当作ったりとかして送り迎えとかしたりのも当たり前じゃないんですよ、うんうん、でそういう状況でみんな青春の1ページをね頑張って過ごしてほしいし、そういう母親とかその親のサポートっていうのはまあ感謝してほしいし、やっぱそういうのをなんとなくこうモテてるか、まあ、その頃ってモテないからさ、うん、だからそういうのをこうなんとなくモテてるかモテないかも人間形成にはすごく大事じゃないかなと思うね。あ、わかんないじゃないですか。だいたい卒業して高校生の時卒業して大学になると、大学生になって高校の時ああしておけばよかったって、うんうん、で社会人になったら社会人になったで大学の時あれもっと勉強しよかったって、うんうん、常に人間って後悔を追いかけてる生き物じゃないですか、うん、だからねちょっとねこれを聞いてる高校生とか中学生の若い人たちがいたら、まずもうそうやって部活に打ち込める今っていうのはもう人生で最もキラキラしてる時期だから、まあ頑張ってほしいなっていうのと、夏大変だけど、まあ、逃げずにまあそこも頑張ってほしいなっていうのと、サポートを受けてることに感謝しながらちょっと踏ん張りしてね、良い青春時代を過ごしてほしいなと思いますよね。私がちょっと中途半端だったんで、そういう意味ではな、さっき言った人と違う夜中の2時3時に自転車で雪の中を歩いて何も食べてませんみたいな、それなんかもうほとんどなんかボクサーの世界じゃないですか。そうですね。いやボクサーはそんなことしない。なんか昔のもうボクサーがなんかもう新聞配達しながらシャドーボクシングしてるみたいなに近い世界だったから、なんかもうパフォーマンスの域に行ってなかったから、うんうん、まあみんなはそうやってね、今そんな時代じゃないから頑張ってほしいですよね。うん、なるほど、ね。うん、それが夏の思い出。たまに冬行ったけど。ちょっとトータルとしてはでもなんかそうですね。うん、自分で食いてる部分というか。うん、ちょっとこう環境も整ってるともうちょっとやれたこともあるだろうし、そうそうそう、まあ、今もしその環境があるならもっと頑張ってほしいし、自分で言うのもなんだけど、ちゃんと環境整っててちゃんと栄養が取れててちゃんと集中できたら絶対にもっと行ってたね。ああ、なるほど。そこはだから今また振り返るからっていうところもありますよね、うん、主力になったことか分かんないけど、まあある程度いけたと思うな。なるほどなるほど。だって日本一練習がきついって言われてたんだ、あの時日本西大山形のサッカー部って、うん、国見高校か西大山形かって。そのぐらいお互い坊主ツートップで、当時もだんだん髪伸びてきてサッカーでチャラチャラし始めてたから、我々は坊主2強 で2強練習もめっちゃ激しい、うん、真夏に 42.195 キロ走るんですよ。信じられます？炎天下の中 42.195 キロですよ。今だったら捕まりますよね。本当ですね。それをやってたんですよ。なるほどね。ちょいちょい。だからタフになりますよ。多少は喋りますよ。多少のことじゃくじけませんよ。その時に鍛え上げられたものが今生きてる部分もある、うん、今出してる。なるほど。その時ちょっと発揮できなかったけど、うん、そうそうそう、今かなりそこは培われたものが出てる。あ、そうなんですよ。だからね、あの時ね、学生時代に全然私もレギュラーにもなってないし、日の目を浴びた選手もないからさ、だから、ね、でもね、いつかね勝ってやるって思ってたんですよ、うんうんうん、でちょうど本当にミスターモンテディビオの高橋健二が同じクラス、うんうん、同じ一緒のポジションだったから、はい、まあ、彼は圧倒してましたけど、彼今湘南ベルマーレのコーチやってますけどね。でもね、その時に全然歯が立たなくて、サッカーでは勝てないけど大学卒業して社会に出たら絶対社会では勝ちたいっていうのがね、高校1年生ぐらいの時からもうメラメラあったんですよ。ライバル心というか、まあまあ、その高橋健二選手にライバル心というよりも、うん、この世界では行くのは難しいけど社会に出たら選択肢がいっぱいあるっていうのは子供ながらになんとなく分かってて、はいはい、社会に出たら絶対なんとか何かやってると、ここで負けたのが人生の負けじゃないというのはね、うん、常に思ってたんですよ、うん、だから B リーグなんかの選手見てるみんな、いわゆるエリートのトップオブトップの神童みたいな子たちがいっぱい集まって今形成してるじゃないですか。だからみんなそんなにダメダメな時期って少ないと思うんですけど、でも世の中ってむしろその補欠だったり、うん、結果出ない選手の方が人口構成比は高いじゃないですか、うん、だからこれを聞いてる皆さんね、子供たち若い人たちも別に選手として結果出なくて試合でどうこう結果出せなくても社会に出て挽回することは全然できるから、うん、そこはそこで頑張って、うんうん、そこでこうレギュラーになれなかったとかなんか悔しい思いしたことで絶望したりしないで、絶対なんとかなるっていうふうに、ね、思って頑張ってほしいですね。はい。誰に向けて話してんの？誰に向けての講演なの？夏を過ごして今頑張ってる皆さんへのエールということでよろしいでしょうかね。もう夏代わりですね。はい、そんな感じです。島田のマイク。はい、そろそろエンディングの時間でございます。島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。番組で紹介させていただいた方には島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げています。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りお待ちしております。ということで今日夏ココナッツの話をさせていただきましたけど、やっぱり二人のアイランドというかアイアンアイランドですよね。もうやっぱ夏って言ったらもう夏の曲がガンガン決
きますね。あ、なるほど。まあぜひね、夏を満喫して皆さんには楽しんでいただきたいですね。でくれぐれもね、水の事故とかがね、増えてきますからね、はい、そこは注意して、あと熱中症、これまたね、うん、まあ 42.195 キロ夏に走ってた私が言うのもなんですが注意していただきたいなと思いますんで、それではまた次回お会いしましょう。島田のマイク、ここまでのお相手は B リーグチェアマンの島田真嗣でした。ドライブユークレイジー。